この項目では、スペインの歴史について述べる。アルタミラ洞窟の洞窟壁画後期球石器時代の、紀元前14000年代、クロマニョン人が、スペイン北部にて、アルタミラ洞窟の壁に、動物画を残した。この頃の人々は、ハプログループアイ I ールに属していたと考えられる。紀元前5000年頃の新石器時代には、中東方面から濃厚が伝播し、 巨石記念物の建造が始まった。イベリア半島に濃厚と巨石文化をもたらしたのは、ハプログループ G2 へと考えられ、先住のクロマニョン系、ハプログループ I2 へと共存していたようである。紀元前2500年頃より、青銅器時代が始まり、ハプログループ R1 ビットに属すケルト系民族が到達したと考えられる。紀元前12世紀、フェニキア人が、 イベリア半島に進出フェニキア人はヨーロッパで最古の都市カディスを建設。フェニキア人はイベリア半島の鉱山や漁業交易を支配するためにイベリア半島に進出してきたが征服はしなかった。その代わりフェニキア人はイベリア人に数字やアルファベットを伝えたのである。時を同じくして紀元前1000年頃ガリアのケルト人が ピレニー山脈を越えて、イベリア半島に侵入し、ギリシャ人もイベリア半島を訪れるようになり、その頃から、イベリア半島は、数多くの地域と交易をするようになった。紀元前2世紀、ローマとカルタゴが争ったポエニ戦争の影響を受け、イベリア半島はその2つの国から狙われることとなった。イベリア半島は、お互いの陣営による激しい攻防戦が続けられて、 いたが、ついに紀元前205年ローマ軍の手に落ち、その後、長い間ローマの支配を受けることになった。セゴビアのローマ水道橋ポエニ戦争の後共和制、ローマの支配下に置かれていたイベリア半島は、帝政を始めたアウグストゥスの下で、三つの属州へと再編された。ヒスパニアバイティカ、ルシタニア、ヒスパニアタラコネンシスの三つである。このうち、属州タラコネンシスは、 三世紀末に三分割されて、それぞれカルタギネンシス、ガラエキア、タラコネンシスとなった。パックスロマーナの下で、商品作物を栽培して繁栄したほか、帝国最大の半島を減出させた、トライアヌス帝のように多くの人材を輩出した。セビーリアやカルタヘナなどの都市部では、ローマ化が進展した。また、紀元一世紀より、キリスト教がもたらされ、徐々に都市部から、 農村部へと浸透していった。日経野公会議で主席を務めたのが、コルドバ市教ホシウスであったように、教会関係の人材も排出した。415年に南下してきた西ゴート族によって、西ゴート王国が建国され、南フランスのトロサに都した。ゴート族は150年に南下し、国会沿岸に定住したが、220年頃にゴート族が東西に分裂した。 さらに、ゲルマン人がイタリア、ガリアに進出する。375年には、ゲルマン人が民族大移動を行い、それにより西ゴート族が紛族に圧迫され南化し、その後西ゴート族はイベリア半島に侵入したのである。560年に西ゴート王国はトレドンに戦とした。585年には西ゴート王国によってゲンガリシアにあった。 スエボース王国が併合された。コルドバ、メスキータの内部イスラム帝国勢力のウマイヤ朝は、北アフリカにまで勢力を伸長させると、さらに711年に、ベルベル人を率いたターリークイブンズイアードの下で、ジブラルタル海峡を渡って、イベリア半島へ上陸し、グアガレーテの戦いで、西ゴート王国を滅ぼした。一時は、サラゴサ、レオンなど、 北部の都市まで彼らによって征服され、カンタブリア産脈、ピレネ産無薬付近を除くイベリア半島の大部分が、イスラム勢力の支配下に入り、アルアンダルスとして716年より、ウマイヤ朝の属州となった。722年、コバドンガの戦いでペラーヨがイスラム軍を破り、オビエドを首都とするアステリアス王国を建国し、レコンキスタが始まった。ウマイヤ朝は、 ピレニエ山脈を越えて、フランク王国に戦いを挑むが、732年に、トゥール・ポワティエ間の戦いで、カール・マルテルに敗れたため撤退した。ウマイヤ朝は750年に滅亡したが、756年に、ウマイヤ家のアブド・ア・ラフマーン一世によって後、ウマイヤ朝が建てられた。この王朝は、10世紀前半のアブド・アン・ラフマーン三世の元で最盛期を迎え、 自らカリフを称して、アッパース・アッサ、ファーティマ朝といった他のイスラム勢力に対抗した。10世紀後半には、自重がカリフ権を経外化させて、実権掌握を図るなど混乱が続き、短命な指導力を欠くカリフが相次いだ後、1031年にアトウマイヤ朝は滅亡した。アトウマイヤ朝の都のコレドバは、 トレドと並んで西方イスラム文化の中心地となり、イスラム哲学のイブン・バージやイブン・トファイル、イブン・リュシュドなど多くの学者が活躍した。あとウマイヤ朝の滅亡後、アルアンダルスでは第一次、タイファ時代と称される小王国分立の時期を迎えた。そのうち代表的なものは、セビリア王国、トレド王国、サラゴサ王国、グラナダ王国、バレンシア王国などである。 これらの諸王国が結束を書く中、1085年に、西方イスラム文化の中心地の一つであったトレドが、カトリック勢力のカスティーラ王国に征服されるという事態が起こった。この状況を憂えた、小王国は、マグリブの村アビト町に援助を求めた。これに応えた、ユースフは、サグラハスの戦いで、アルフォンソ6世を破り、 アンダルシア地方などの支配を回復させるとともに、アルアンダルスの小王国を統制下に置いた。しかし、間もなく、カトリック勢力が巻き返しを図ったことに加え、イスラム勢力の内部でも、アフリカから来たムラアビト町と在地の小王国の対立が深まり、さらに北アフリカでは、ムワヒド町が台頭していた。こうした中、13世紀には、ムワヒド町によって、 村人町は滅亡へと追い込まれ、再び、イベリア半島は、第二次、大破時代と称される文献的な状況が生まれた。その後、ムワヒヒド町もイベリア半島へ進出して統一的な支配を行おうとするが、やはり、アルアンダールスの在地勢力との対立が深まったことや、1212 12年に、カトリック連合軍とのナバスデトロサの戦いで、決定的な敗北を喫したことから、 第三次、大破時代の分裂期を招いた。徐々に台頭する、カトリック勢力と比べ、著しく結束を変えたイスラム小王国の多くは、レコンキスタに屈して支配下に入った。滅亡を免れた、ナスル朝グラナダ王国も、間もなく、カスティーラ王国への効能を余儀なくされた。アステリアス王国の建国者ペラーよ一方、当初は、 イスラム勢力に圧倒されていたカトリック諸勢力が、イベリア半島北部より台頭し、国土回復の名のもレコンキスタを展開した。その担い手となったのが、ポルトガル王国、カスティーリア王国、アラゴン王国などであった。1 4 7九年、カスティーリア王国とアラゴン王国の合併によって、成立したスペイン王国は、四百九十二年にナスル朝グラナダ王国を滅ぼして、 レコンキスタを完了させた。カトリック勢力とイスラム勢力は、イベリア半島で衝突を繰り返したが、こうした両勢力の接触は一方で、文化的な交流をもたらすことにもなった。11世紀後半、イスラム世界における政法の文化的な中心都市、トレドがカトリック勢力によって奪われたことを契機として、この地でアラビア語からラテン語へ処分権を翻訳することが、 盛んに行われた。こうして、イベリア半島は、西ヨーロッパ世界に、先進のイスラム文化をもたらす窓口としての役割を、果たし、西ヨーロッパの12世紀ルネサンスを導いた。カルロス一世アラゴンをフェルナンド二世と、カスティーリャジョーイサベル一世の王女フアナを、神聖ローマ皇帝マクシメリアン一世の、息子ブルゴーニュコーフィリップと結婚させた結果、二人の、 間に男子が二人生まれた。スペインの貴族の多くは、カスティーリアで育った次男のフェルナンドに、好意的だったが、長男のカルロスが、フェルナンド二世の死後、1516年に、ブルッセルで、スペイン王への即位を宣言した。翌1517年にカルロスは、スペイン入りしたが、フランドル人の側近に貸し付かれ、スペイン語を一語も知らずに王位についたカルロスは、 多くのスペイン人の反感を買った。1520年に、南ドイツのフッカー家の援助を受けて、新生ローマ皇帝選挙に勝利したカルロスが、新生ローマ皇帝カール五世として体感するために、アーヘンに赴いた最中に、コルテスで、カルロスが新たに定めた40万ドゥカットの上納金を、不服としたカスティーリアの諸都市が反乱を起こし、コムネロスの反乱が勃発した。 コムネロスの反乱において、当初カスティーリアのトレド、セゴビアなどの諸都市は、コムニダを結び、オーストリア人の支配に抵抗する構えを見せていたが、反乱は、次第に、貴族の特権に対する社会革命へと変質していった。このため、ハンカルロスでコムネロスを支持していた、大貴族は同様の末コムネロスを裏切り、1521年4月23日に、ビジャラールの戦いで、 カルロスが勝利するとコムネロスの反乱は収束した。こうしてスペインハプスブルク朝が成立した。この時代はハプスブルク家がヨーロッパで歯を唱え新大陸の発見による植民地獲得によって流星を極める一方、スペインの利害はハプスブルク帝国全体の利害の前に沈黙することになった。 クリストファー・コロンブスの西インド諸島上陸1492年スペイン、女王イサベル一世の援助を受けた、ジェノバ人、クリストファー・コロンブスが新大陸を発見した。これにより、1488年に希望ミネを探検しているポルトガルと利害が衝突する恐れが出たため、ローマ教皇アレクサンデル6世の仲介で1494年に、スペインとポルトガルとの間に、 トルデシラス条約が結ばれた。インドに到達したと思った頃により、アメリカ大陸の人々はインディオと呼ばれたため、以降彼らはインディオ、あるいはインディアンと呼ばれ、以後500年以上にわたる構造化された苦難の時代が始まった。またスペインは地中海へも勢力を伸ばし1503年にはナポリオ王国を獲得した。一方新大陸への征服は継続され、 エンコミエンダ製の下、イスパニョーラ島やキューバなどで砂金の採掘が始まった。また過酷な労働と薬病で先住民が死亡したため、スペイン人はアフリカから黒人奴隷を新たな労働力として持ち込み、プランテーションでの奴隷労働に従事させた。このような新大陸での過酷な現状は、ドミニコ海主催バルトロメデラスカサスによって激しく非難された。 ポルトガルがインド航路を発見したことに対抗して、フェルナンドでマガリアーネスに新大陸周りで、工業諸島への航路を探検させた。マガリアーネスは、マクタン島でラプラプトの戦いによって戦死したが、この大航海をきっかけに、スペインは東南アジアのフィリピンを植民地にした。1521年には、エルナンコルテスが、 アステカ文明を滅ぼし、1520年代中にはペドロデ・アルバラードがマヤ文明を滅ぼし、続いて1532年にフランシスコ・ピサロはインカ文明を滅ぼし、スペイン人によって3つの文明が滅ぼされ、アメリカ大陸本土はあらかたスペインの植民地となった。このような新大陸での探検と征服が進む、一方でスペイン人による先住民の支配は、 社会の荒廃と資源の集奪を極め、メキシコや中央アメリカ、アンデス地方では、マシンや天然島、百日石などで人口が激減し、1545年に、ゲンボリビアのポトシ金山で銀の採掘が開始されると、先住民は挑発され、見たと呼ばれる、不益制度を課された。こうした重労働や薬病と、相まって、アンデス地域のインディオの共同体は、 軒並み甚大な打撃を受け、西インド諸島のようにインディオが絶滅する地域もあった。1550年には、このような状況の是非を問う、バリアドリード論争が、ラスカサスとセプルベダの間で展開された。だが、このような多大な犠牲の下スペインには大量の銀が、もたらされ、スペイン黄金時代を築くことになった。一方で、それまで、南ドイツ、すなわち、 チロルやボヘミアの銀山が栄えていたが、南米からのスペイン銀の大量流入で、銀の流通量増加による価値の低下で、インフレ傾向が起こる、いわゆる価格革命、商業革命が起こった。さらに、人々の奴隷労働によって、アメリカ大陸からスペインに流出した富のほとんどは、オランダ、イギリスといった新興国に流出し、スペイン国内では蓄積も、 産業形成もなされずに、これら西ヨーロッパ先進国の資本の本源的、蓄積過程を支えることになった。黄金の世紀におけるスペインとポルトガルの領土、及び植民地。スペインの最盛期は、植民地の人々の奴隷労働によってもたらされた富に演出され、スペイン国内では蓄積も、産業形成もされなかった。 16世紀中頃から17世紀前半までの約80年間はスペインが繁栄した時期であり、スペイン史上黄金の世紀と呼ばれる。カルロス一世は、フランスのフランスワ一世と、熾烈な争いの末に神聖ローマ皇帝に即位し、ヨーロッパにも広大な領土を持つことになった。しかし、その知性はナんでイタリア戦争では、フランスワ一世と争い、 さらに宗教改革による神聖ローマ帝国の同様にカトリックの名手として対処することになった。さらに、オスマン帝国に第一次ウィーン包囲の脅威にさらされ、プレベザの海戦ではオスマン帝国に敗北を喫した。次のフェリペ2世紀の時代には新大陸からもたらされた富で最盛期を迎え、マドリードに戦とし、エルエスコリアル宮殿を営んだ。さらに、デパントの海戦で、 オスマン帝国を破り、戦後の雪辱を果たした。1580年にはポルトガルを併合したことで、ブラジルやアフリカ、インド洋に広がっていたその植民地をも獲得し、太陽の沈まぬ帝国となった。最盛期を迎える一方で、足元では80年戦争やアルマダ海戦の敗北など、衰退の兆しも現れ始めていた。国内にも問題がなかったわけではない。 アメリカ大陸から集奪した富に頼る一方で、国内は旧体依前としたままであり、王室の国庫も決して良い状態ではなかった。全世紀のレコンキスタの精神は、反宗教改革の情熱と結びついた、フェリペ二世によって全スペイン領での異端審問制度の拡大につながった。こうして、スペインにおいては、ムスリムの徹底した排除や、 新種の気風に富むプロテスタントの弾圧へと向かい、足元の産業や経済の基盤を弱めることになった。さらには、スペインの経済を支えていたユダヤ人の追放、回収への強要など、これらは、スペインの停滞、衰退へと向かう要因となった。1588年にアルマダ海戦で、スペインの無敵艦隊がイングランド海軍に敗れると、 次第に、政界権を失っていった。イングランドは、この後、徐々に力をつけ、一世紀ほど後の17世紀後半には、海上を制するイギリス帝国へと発展していった。カトリック信仰の防衛のためと称した、イタン神門や、ヒキリスト教徒の迫害も、スペインの国力を奪った。1609年には27万5千人の、ーロ人を国外に追放し、 アラゴンの農業とバレンシアの経済は壊滅に陥った。フェリペ3世の頃には80年戦争で、ネーデルラント連邦共和国が事実上独立。スペインは貿易や産業で重要な地域となっており、17世紀前半の世界経済の中心となるオランダを失った。その後ハプスブルク家、カトリック国として30年戦争に介入したが、 フェリペ4世の治世において、オリバーレス公白爵の改革は特権を守ろうとする、貴族階級の抵抗に遭い、1640年12月1日に、ポルトガル革命で、ポルトガルが独立すると、ポルトガル王政復古戦争が始まり、1640年5月、ポルトガルと同君連合を結ぶカタルーニャでも収穫人戦争が勃発。1643年に、 オリバーレス公伯爵は更迭され、30年戦争も敗退した。1659年には西仏戦争の敗北でフランスとピレネー条約を締結し、ルシオン地方などをフランスに割上。スペインの黄金時代は完全に終わりを告げた。18世紀に入るとハプスブルク家が断絶し、フランスのルイ14世は自らの孫、ブルボン家のフィリップを スペイン王にしようとした。ところがそれに各国が異議を唱え、スペイン継承戦争が始まった。この戦争は12年に及び、1713年のユトレヒト条約で、フィリップがフェリペ5世として即位することは承認されたが、イギリスにジブラルタルを割譲。さらに新大陸におけるアシエントを譲り、海外での影響力は著しく低下した。その後、 オーストリア継承戦争、7年戦争に参加するが、イギリス、フランス、オランダなどの新興勢力の後陣を廃することとなった。このように対外的には衰えを見せたスペインだが、国内では産業の成長が進んだ。また、1759年に即位したカルロス賛成によって、ある程度の中高を果たしている。フランシスコ・デゴやマドリード、 1808年5月3日、第一次世界大戦において、スペインは中立政策を取った。大戦中のインフレーションは、貧民層の困窮化を深めさせ、労働運動が急速な公用を見せた。1917年における、ロシア革命の成功は、労働運動をさらに刺激しただけでなく、カタルーニャやバスク地方における、反戦性、地域独立の意識を高めさせた。 都市部、農村部を問わず各地で頻発していた暴動、要人テロは第一次大戦後も続き深刻な政治的混乱が起こっていることは明らかだった。さらに第一次大戦後のスペイン領モロッコにおける民族運動鎮圧に苦慮したことから軍部の責任問題が浮上していた。こうした中、1923年9月に ミゲル・プリモデリベラ将軍がクーデターを起こし政権を握った。混乱の収拾を望む世論が強かったため、共産党や急進的な労働組合の一部が抵抗したものの、プリモデリベラ独裁政権の成立は総じて各層から容認された。相次ぐテロは収束し、労働者によるストやデモの件数も大幅に減少した。国内産業の保護、育成を進め、 国道建設、鉄道の電化伏線化エブロ川流域の開発など公共事業に力を注ぎ、経済発展を図った。この一連の政策がどれだけの成果を収めたかは評価が分かれる。しかし、プリモデリベラ独裁は第一次大戦直後の混乱を乗り切るための暫定的措置として支持されたに過ぎず、その独裁が長期化の様相を示すと反独裁の 動きが各地で高まった。左翼勢力、地域主義政党の活動が強まり、軍内部でもプリモデ、リベラ独裁に反発する動きが見られた。さらに、1927年より始まる通貨危機は、経済界のプリモデ・リベラ支持も失わせることになった。こうして1930年にプリモデ・リベラは、大陣へと追い込まれ、新たに、ダマソベレンゲル将軍が、首相の地位についた。 プリモデリベラ独裁政権の崩壊は、王政打倒を目指す、共和派を勢いづけた。共和派や地域勢力は、サンセバスティアンで協定を結び、革命委員会を発足させた。1930年末の革命運動は、失敗に終わったものの、1931年選挙において、都市部で、革命勢力は、躍進、民衆の共和制を求めるデモが各地で起こった。 カタルーニャなどの地域運動も高揚した。こうした中、国王アルフォンソ13世はタイへと追い込まれたことで、無血革命が成功し、第二共和制が成立した。王政打倒後に成立した新政府は、社会労働党の主導で労働者、貧能に対する政策を打ち出したほか、カタルーニャの自治政府を容認し、軍改革も行った。ただし、求心的な労働組織である、 CNT が行ったゼネストに対しては武力鎮圧を行った。このため CNT は政府との対立姿勢を強めることになった。社会化条項、宗教条項などの内容を含む左翼的な新憲法が成立し、第二共和制の初代大統領にニセトアルカラサモラが就任した。大統領は首相にマヌエル・アサーニャを指名した。アサーニャは就任当初から 様々な混乱に直面した。失業者の一部は、急進的な労働組合の下で、激しいデモを繰り返した。左派、右派間のテロも続発するなど、治安の悪化は深刻な問題となった。また、軍改革を行ったとはいえ、革命以前の軍内部における実力者はその地位を保っており、政府の力となるべき軍が、反政府的な姿勢を取る懸念もあった。 政教分離を進め脱カトリックを図ったが、敬虔な農民の支持を失うことにもなった。右派勢力の組織化も進み、1933年にはカトリック右派がセダを結成、さらにプリモデリベラの息子であるホセアントニオがファランヘトを結成した。旧神的左派の CNT も同年にカタルーニャとアンダルシアで大規模な暴動を起こし、 これをアサーニャ政権が厳しく鎮圧したことから、サハ勢力の一部が離れた。こうした混乱を受けてアサーニャは退陣。次の首相のアルハンドロ・レルーガ・ガルシアも1ヶ月ほどで退陣した。大統領のアルカラ・サモラは議会を解散して、総選挙に出たが、CNT は議会政治によらない武力革命を主張したため、サハ支持者の一部は選挙をボイコットした。選挙結果は、 右派の勝利に終わり、再度、レルーが首相に就任すると、セダに敬護をした政策を取るようになり、それまでの左翼的な諸改革は改められた。収拾のつかない政治的混乱は、議会制民主主義への失望を招き、ファシズム政権の樹立を待望する主張が強まっていった。左派、右派共に急進化が進み、さらに地域自立の動きは混沌に拍車をかけた。しかし、 1935年のコミンテルン第7回大会において、人民戦線戦術が採択されたことは、左派勢力の再結集を促した。当時の右派勢力の足並みが乱れていたこともあり、左派の巻き返しが進んだ。こうした中行われた1936年選挙では、左派が圧勝、人民戦線政府が成立した。人民戦線政府の成立後も、政治的混乱は続き、 都市部ではストライキ、農村部では貧農による暴動が続いた。こうした中、議会はアルカラサモラ大統領を解任し、かつて首相を務めたマヌエル・アサーニャが大統領に就任したが、事態は悪化する一方であった。こうした中、1936年7月にスペイン領モロッコへと遠ざけられていたフランシスコ・フランコ将軍がクーデターを起こし、 各地で右派による反乱が勃発、スペイン内戦へと突入した。フランコはドイツとイタリアのファシズム政権から支持を受けて戦いを有利に展開した。一方、人民戦線側はソビエト連邦から支持を受けたものの、イギリス・フランスは不干渉政策を取ったために劣勢が続いた。国際機業軍である国際旅団が各国から集まって、 人民戦線を支援したが、1939年にはマドリードが陥落、フランコ側が勝利を収めた。フランシスコ・フランコは、1937年に自ら組織するファランヘ島の総統となった。1939年、内戦終結後は国家元首として、その独裁は彼の死1975年まで続いた。フランコ政権は、 その成立時からドイツ、イタリアのファシズム政権から支援を受け、ファランヘ等の一党独裁、軍隊と秘密警察による厳しい支配を行った。1939年に始まる第二次世界大戦ではヒトラーの要請にもかかわらず、スペインは数軸国に入って参戦しなかった。しかし大戦中には情報面で数軸国に便宜を図るなど協力していた。 大戦終結後に成立した国際連合は1946年12月の国連総会でスペインをファシストの国として国連から排除する決議を採択。フランコ政権は国際社会から孤立する。一方、戦後は東西対立、いわゆる冷戦が進行し、1950年には朝鮮戦争が勃発する。これをきっかけに西側諸国は 反共産主義という点でフランコ政権との関係の修復を模索する。1953年9月にアメリカ合衆国はスペインと米西防衛協定を締結。1955年にスペインは国連に加盟。1958年には国際通貨基金に加盟する。1975年フランコ死去。遺言によりフアンカルロス一世が即位。 独裁は終わりを告げる。不安カルロス一世は即位後、フランコの独裁を継承せず、立憲君主制の下で民主化と欧米諸国との協調を進めるようになった。ありがとうございます。